もうみんな知ってるかもしれないけど、海外発信の美少女っていうコンテンツが昨今お生まれになられましたね。海外発祥の美少女さんというグループがもう発祥、ツイッチを主に活動されている方々ですね。はい、美少女さん、すごい、メインビジュアル、その全体のデザインを手掛けられてる方がすごい好きな方なので、そもそも。あれだ、TSCR さん、ティッシュクリームさん。で、今、開けてみて、ずっと見ているのは、まあ、やっぱ、ニャターシャニャンナーズさん、すごいですね、やっぱり。もう、本当に、実力者です、この方は。前々からやってて。で、あと、フルートちゃんかな?フルートちゃんは、フォローもしてるんだけど、フルートちゃんはね、フルートちゃん、動きもすごいし、めっちゃ面白いよ。あとは、ま、すごい注目されてたよね。ホロライブ EN も来て、海外がメインでやるっていうところで、どんな子が来るんだろうってすごい注目されてたね。いや、コラボはちょっとまたね、プラットフォームもね、いろいろスイッチとかで違ったりしてるんで。ゲームとかもね、全然ね、ホロライブと違うと思う。面白いよ。空気感とか。